ついに日本でこの2人の対戦を見ることができます。エフレン・レイズ対アール・ストリックランド、この2人の対戦には何か特別な意味があるようですね。そうですね、まあ、トッププロが口を揃えてこの2人は別世界にいるっていう表現する2人ですよね、はい。まあ、これまで もたくさんファイナルで当たったり、まあ、エキシビションでもたくさんやってますよね。まあ、有名どこでは香港で120ゲーム先取りという3日間かけてやったゲームもありましたよね。すごいですね、はい、数々の名勝負を繰り広げているこの2人、ここ日本で相まみえます。まずバンキングを制したレイズがブレイクショットを行います。今回はブレイクボックスという狭いエリアでのブレイクということになります ね、はい、11ゲーム先取りの、ブレイクボックスという US オープンと全く同じスタイルですね、はい。まあ、世界標準ともいえる形でしょうが、まずレイズのブレイク4番が落ちています。しかし1番取り出せませんね。そうですね、8番が間に入っています。シュートアウトですかね。ブレイクの後のシュートアウトの権利というのがあるんですが、はい、まあ、手玉をついて本来は1番に当てるんですけども、1番に当てなくてもいいというシュートアウトしましたね。これは見えるところにとりあえず出したわけです ね。ここからこれは結構誘いてるシュートアウトですね。入れてポジションできるならしてみろという感じの、不可能ではないが非常に難しいという、はい、リスクの多い配置を残したという感じですね。お手並み拝見というところですが、これは薄く外して、これはセーフティーしてきましたね、ストリックランド選手は。いや、完璧なセーフティーで間に4つカラーボールが入っています。はい、8番に当たったのは多分ラッキーだと思うんですけどね。本当は当てずに塊のもうちょっと中の方へ入れていこうという感じだったと思うんですけども、まずは完璧なセーフティー。最初のショットがセーフティーでした。お互いにやはり意識するカードでしょうね。そうですね、実は今回まあ彼らに聞いたんですけども、今年アメリカで、まあ、香港でやった120ゲームまではいかないらしいんですけども、はい、かなりロングゲームの2人の試合があるらしいですね。お、日本のファンだけじゃなくてアメリカのファンもこの対戦が一番見たいカードと言っていいんでしょう。そうですよね、お互いにいろんな意味でこう人気のある選手ですからね。まあ、どちらも別次元のビリヤードを見せてくれるんですが、タイプ的には結構違いますよね。そうですね、ただスタイル、ストローク、突き方と全く違うんですけども、実際手玉のコントロールできる範囲ですとかシュートする率っていうんであれば、まあ、近い、ある意味近い2人ですよね。ただ手玉のコントロールに関してはやはりレイズ選手の方が若干上かなと、ポケットに入れる力でいうとストリックランド選手の方が若干上かなという。ポジションの出し方も微妙に違っていて、スリクランド選手は非常に華やかに強烈なショットでバンバン白球を動かして、はい、結果的にはいいところに持ってくる、はい、レイズ選手はむしろ必要最小限の動きでカーブなどを交えながら的確に持ってくると、はい、そのあたりの対象の妙も面白いところですね。そうですね、ただレイズ選手は2日ほど前から日本に入ってこれたんですけど、はい、スリクランド選手が、まあ、アメリカのスケジュールがあって前日にしか日本にやってこれなかったんですね、その分、まあ、時差ボケ等ありますからね。しかし、まあ久しぶりの日本ということでいいプレーを見せてやろうと。そうですね、それと今回、まあ、この試合はスペシャルマッチということで、はい、タッチームワールド対ジャパンという中には入ってないんですけども、はい、その戦いをすごく意識してましたね。アメリカの選手は非常に国を愛する力、はい、武器にするんですが、はい、まあ、今回はそのチーム戦という部分を意識してのプレーが目立ちましたね。そうですね、スリクランド選手はすごく気にしてましたね。それとエキシビションということで当然競っていった方が盛り上がるっていう部分でスリクランド選手がアメリカのワールドチームをリードしたってすごくアピールしましたね。まずこのゲーム第1ゲームはストリックランドが取っています。もう場内としてはハンガンビーキでそろそろストリックランドに来てほしいと。そうですね、もっとたくさん欲しいっていう部分はあるでしょうけどね。久しぶりの来日でストリックランドを見たいというファンがとりわけ多かったでしょうから、はい、しかしそんなストリックランドを全くプレーさせないレイズってのは本当にすごいですね。そうですね、まるでストリックランドが
あまり上手じゃないのかなというふうに見えてしまう、あの圧倒的な力っていうのは。そうですね、まあ、ストリックランド選手 の、 あのプレースタイルもあると思うんですけど、ね、まあ、ただレイズ選手 の、 この今やってるプレーっていうのはすごいことをこうよく見ると本当に、まあ、今のバンクもそうですけども、なかなかこの角度でチョークション沿いのバンクっていけないですけどね。そうですね。そして力加減的にはどうでしょう。ミスした時のことも考えてるんでしょうか。そうですね、っていうよりは今は2番へポジションしに行ってますよね。あ、もう完全に攻撃の一つの手段としてバンクを選んだんですね、はい、まあ、スコア離れてますからね、変にもちゃもちゃセーフティーに行って自分がおかしくなるよりは気持ちよく取ろうと。もらったチャンス、ここはストリックランドが生かさなくてはなりません。3番をキックしてネクストの3番をいい形に持っていきました。久しぶりにストリックランド気持ちよくプレーできる配置になっています。パタンクッションに1回入れて戻してきます。やはり自分の形になると技術の高さ、うまさ、よくわかります。そうですね、ちょっとこうポケットで振るっていうのをやめて真ん中から入れにいってる感じですね、はい、いわゆる王道のプレーといいますかね、はい、ここは引いてくるのか、引くというよりは少し戻すと。そうですね、やはりこう飛行機での移動の疲れとかがあって、やはり自分の彼らやっぱ感覚でつく部分が大きいですから、そのズレが修正まだできてないんでしょうね。あ、なんで今丁寧に丁寧に真ん中からしっかり入れていってっていう形を取ってますよね。いつものストリックランドとはプレースタイルがかなり違う印象を受けます ね、 そうですね、フィーリングではつけてないですから。今度はストリックランドが取って8対3となりました。ようやく馴染んできたんでしょうか。そうですね、ちょっとこう丁寧にという部分で立て直そうというところでしょうね。このテーブルに対するにはこういうプレーの方がいいというのをようやく見つけて。そうですね、このままではいけないっていう状況だと思うんですよね。ファンに対する責任なんかも結構感じる選手なんじゃないですか。そうですね、このままでは終われない。第12ゲーム、ストリックランドのブレイク。ブレイクには定評のあるストリックランドなんですが、今回はブレイクに苦しんでいます。そうですね、入ってくるとまた乗ってくると思うんですけどね。ブレイクの位置を右側に移しました。フォームチェックまでしてストロークに入って、一番コースに走っていたんですが他の球に蹴られて、お、ナインボールドキッとしたんですが、ポケット前に止まって結局ノーインに終わっています。そうですね、この辺突きがないですね。完全にコースにカラーボール散ってるんですがお互いに邪魔し合って入らない、はい、もう突き以外の何物でもないですね。そしてまたこの1番がいいところに出ました。気持ちよくプレーできそうなんですが、この2番どうしましょう。9番が邪魔じゃないですか、ね、攻めるのか。お、狭いところギリギリ通してきました、ね、あの辺の狭いところ、まあ、今回本当にレイ選手のを見てて先球を走らせるその正確さっていうんですかね、はい、すごいですよね。手球だけじゃなく先球もギリギリ通すショットとかもう測ったように通してきますよね。そして今の3番どうですか、スピードどうなってるんでしょう。先球の転がる量と手球の転がる量が本来の基本的なものが違ってきますからね。スピン、ドローの効かすっていうやつですけどね。これまで培ってきた経験は私の場合何だったんだろうと。そうですね、いうぐらい別次元の球をついてきます。ポチョンとついて、まあ、ポチョンと雑についてる感じもするんですが7番にぴったりなんですよね。そうですね、押してよし引いてよし、今度は押してきました。テンポよくプレーを続けて残るは9ボール。
ブレークノーインが大きなミスに感じてしまいます。残りを取り切ってレイズ9対3としました。早かったですね今。そうですね、あっという間に取り切って9対3。もう体が覚えてるんでしょうね。もう考えなくても、はい、トラブルがない場合はもう考えなくても勝手にもうコントロールしてるという感じですよね。反撃のチャンスを待つストリックランド。そろそろレイズは締めにかかってくるかもしれません。集中してラックを待ちます。スッと構えに入りました。ブレークもフルパワーでバーンと割るというよりはもうあの球がコーナー入るだろうという感じの突き方ですね。もう完全にポイントを覚えてますよね。無駄な力を全く使わずもう普通のショットのパワーでしたね、はい、しかし厚みが正確なので問題なく。お、そしてこの1番レール際すごいショットを見せてくれました。何気なくついてますけどすごいショットですよねこれ。うわこれは考えられない。いやー見せてくれます。あれちょっとさっとつけますからね。ほとんど時間取らずに構えました、はい、彼の中には一つのパターンとしてあれぐらいはもう当たり前でカットで取るというのがあるんですね。そうですね、まあ、体調も良くなって、まあ、かなり乗ってますからね、はい、こうなってくると本当止められないですよね。まさにレイズショー、ニックネームがザ・マジシャンなんですが、はい、本当に手品としか変なことしようとしてましたね。今のは何でしょう。これはああなるほど分かりました。今何でしょう、コンビバンクですね。コンビバンクで5番を左下のコーナーに狙ったんですけども、はい、その前に7番が邪魔してますので、それを手玉でどけに行ってるわけですよ。なるほど。で5番を通しに行ったわけですよ。でその7番をのける作業が失敗したわけですよね。のけたんですけど、あの5番が先に来ちゃったわけですね。でキスしちゃったわけですね。なるほど。いやもうああいうことを決めてくるのが、まあ、もちろん毎回決まるわけではないですよね、ただその発想とトライする力とあれを公式戦というか普通の試合でやってきますからね、いやもういいものを見せてもらっているとああいうことを平気でやってきますからね。いやもう普通だったら何てかに分けてやりたいプレーなんでしょうが、はい、一発で決めようと。この発想の柔らかさですね。まさに別次元。スローで見ないと意図が読めないですよ ね、 そうですね。何が起こったんだろうって感じですね。しかしまあそのレイズの思い切ったショットがストリックランドにチャンスを与えました。そういうところで冷静に取り切るストリックランドも見事ですね。そうですね、最後はハードに入れて9対4、最後の意地を見せています。今のレイズ選手があまりにも調子いいですからね、ワンチャンスでまたそれを変える可能性もありますからね。ワンミスを逃しません。エフレン・レイズ、ここで第14ゲームを取りまして10対4、ついに勝利に王手をかけています。すごすぎます。そして8番、残るはゲームボール。伝説のこの2人の対戦はレイズがゆっくりとナインボールを沈めて勝利を収めました。いやもう見たところレイズの技術を堪能させてもらったなというゲームでしたね。まあ、この2人の戦い流れがある方がいってしまうというのはもうしょうがないことですけどね、はい、おっとこれストリックランドは何でしょうか。練習を始めましたね。これも試合会場でよくある光景ですね。やはり納得のいかないプレーをしてしまった自分に対して何か吹っ切ろうというそういうことなんでしょうか。すっきりしておきたかったんじゃないですか。このまま引きずりたくないっていうのが彼の中にあると思いますね。一番運命のお時間です。さあ行きますよ。 I'm a little bit tired, hungry. I don't, I think he handles the conditions better than I do. I'm a little bit spoiled. But
I don't feel my best right now, but that's no excuse. Efren played well, and there'll be other matches, and hopefully I'll prepare better. というわけで、セクカン選手。